戦国時代に宇宙要塞でやってきました。は、横ボタルによる日本のライトノベル。ジャンルとしては、日本の戦国時代を扱った架空戦記になる。小説投稿サイト、小説家になろうで2017年11月1日に連載開始され、モーニングスターブックスから書籍化されている。先駆けとなる、ファンタジー世界に、 宇宙要塞でやってきましたが2017年8月19日から旧作の戦国時代に宇宙要塞でやってきましたを2017年9月5日からそれぞれ連載開始しておりそれらを終作として2017年11月1日から改めて新規に連載を開始している2021年7月7日より各読むサイトにて改め戦国時代に 宇宙要塞でやってきました。として、書籍版も定本にして、リニューアル改定したバージョンを連載開始している。学生時代から15年にわたってプレイしてきた、フルダイブ型ブランゴによる s f 系シミュレーション、ギャラクシーオブプラネットがサービス終了する。すでに人生の半分以上を共に過ごしてきた AI のキャラクターたちとの別れには、喪失感があった。しかし、 気がつくと、自身が作り上げたゲームのデータに過ぎなかったはずの宇宙、要塞シルバーンと120体もの有機アンドロイドたちが現実のものとなり、16世紀の太陽系を航行していた。資源を得るために、小笠原諸島に拠点を築きつつ、興味本位で織田信長を見に行ったところから、織田家との交流が始まり、戦国の世の中を大きく変えていくこととなった。 関わっていくうちに、戦がなく誰もが植えずに済む世界を作るために、奔走していくことになる。本作は、戦国時代を舞台にしているだけでなく、メジャーな武将から、マイナーな武将まで幅広く登場しているゆえに数も、多い。そのため、主要人物とサブレギュラーで分けたとしても、かなりの人数になる。ありがとうございます。